工事してるんで声が聞こえづらいかもしれないですけど、こっちがマリモですね。女の子になります。4歳で、もう4歳なんですけども、レッサーパンダですね。実は1歳半で大人になります。で、テッカもこっちがテッカなんですけど、ちょっと今後ろ向いてるんで、後でこっち来た時に顔を見てもらうといいんですけども、テッカは5歳の男の子なんですけども、2頭ともうちで生まれたレッサーパンダではないですね。他の動物園からやってきて、でうちでこう夫婦になるために揃ってるんですけども、まず見分け方が、尻尾のしましま、こうやって白と茶色のしましまがテッカで、マリモが色。おー、ちょっと待って、マリモは黒と茶色のしましまの尻尾をしてます。でちょっとですね、テッカがこっちだといつもこうやって下がっちゃうんで、立ち位置ね変わってもらいたいと思うんで、マリモ食べたらこっちに移動してもらいますね。で今マリモこうやって座って食べてるんで、お腹が真っ黒に見えると思うんですけども、テッカちゃん、テッカ、テッカまた、レッサーパンダですね。足とお腹はこのように真っ黒です。で背中の色が違うんですけども、背中はテッカのような明るい茶色いものが一番多くて、レッサーパンダってね、日本語では呼んでるんですけども、英名ではレッドパンダって言う方が通じやすいです。レッサーパンダでもね、通じないことはないんですけども、なんか、うんっていう反応されることがあります。で、まあ、こういう明るい毛の色の中でも、テッカは少し顔が白っぽいんですけども、マリモは背中の色がね、明るい茶色っていうよりかはちょっとね、焦げ茶に近いような濃い毛の色をしてますし、この辺とかもね、黒っぽく見えると思いますが、こういうふうに白っぽかったりとか黒っぽかったりするのをいろいろいまして、うちには3頭いるんですけども、もう1頭いるサチはですね、この後交代で出てきますが、サチはね、またこの2頭とは全然違う色をしてます。で今こうやって食べてるリンゴですけども、主食は竹ですね。後ろに竹刺さってますけども、このように竹の葉っぱだけを食べます。でこれで今引っこ抜いてきたやつ、葉っぱほとんどついてないんですけども、後ろに刺さってるやつ葉っぱがいっぱいついてるんですが、このようにですね、好きな竹と好きじゃない竹があって、好きな竹はねこうやってきれいに食べてくれるんですけども、好きじゃないともう全然食べません。でおやつでリンゴをあげてます。でこのリンゴを食べるときにもそれぞれ個性が出ますね。結果は左手でこうガシッと持って食べます。でマリモは今両手で可愛く持ってますけども、右手で持ってますね。左手は添えてる感じです。本当にね、たまに綺麗に挟み込んで持つこともあるんですけども、基本右手持ちで、こっちは基本左手です。結果はね、一昨年うちの動物園に来たんですけども、その時に2回ぐらい右手で持ってるの見たことあるんですが、それ以降はね、もう左手でどんなに大きなリンゴでも絶対片手でガーって食べます。リンゴ食べてる時はね、食べ方でもこう個性が分かりますけど、顔をよく見ると眉毛の形とか目の下のラインですね、マリモはこの目の下がこうグリッと線がこうえぐれたように入ってるのと、テッカはどっちかというとなんかね、目のラインがこうほわっとしてるんですけども、そういう風にラインの違いとかでもね、一頭一頭顔のね個性があるんで、ぜひ見極めてもらいたいなと思います。まあ、うちのところは今のところですね、尻尾の色が確実に違うんで間違われることはあんましないんですけども、やっぱり茶色っていうだけでね、テッカのことマリモって呼んじゃうことも呼ばれる方もいますね。で今こうやって2頭で仲良くリンゴ食べてるんですけども、レッサーパンダですね、基本的に野生では1頭で生活してます。なのでうちの動物園でもですね、外に1頭出してあっちの部屋に1頭で、もう1頭お休みっていうパターンで1日3回ぐらい部屋をローテーションしてるんで、1頭で見れない時間帯があります。でサチがね、今まで見れなかったんですけど、この後ねサチが出てくるんですが、ちょーらー
今日はね諦め早いんですが、本当にね欲しい時はもうこうやってタッパーに入ってても蓋しないと匂っちゃうんで、こうやって隠してもすぐもう後ろからとか前からとかね、こう掴んできて横取りしていきます。この爪がこう結構ね立派な爪がついてて、これでこうガシッと掴むことができるんで、人間もこうガシッと掴まれると相当痛いんで、必ず長袖着てます。この後ですね、マリモが先の部屋に入ります。で、結果はしばらく夕方で4時ぐらいにもう1回お部屋を入れ替えるんで、それまではテッカーがお休みさせてもらいます。で、もう1頭いるね、サチがこの後この後出てきてリンゴを食べて外にいるんですけども、動物園だとレッサーパンダ何頭もね一緒に飼ってるところもあるんですけども、うちのテッカとマリモとサチはですね、それぞれあんまし仲良くないです。で、一緒にしちゃうとね喧嘩したりとかするので、一頭ずつにしてるんですけども、レッサーパンダ誕生日がみんな6月と7月がほとんどですね。たまに8月生まれとかもいるんですけども、生まれてくる月が決まってるってことはこう恋の季節が決まってて、冬2月3月ぐらいに恋の季節が決まる、まあ、メスの発情が来るんですけども、その時期だけはすごいねレッサーパンダ仲良くなります。交尾をするのは本当に、ね、何回かだけなんですけども、ジャイアントパンダがね発情が来て子供ができましたとかって一時ニュースになりましたけども、レッサーパンダとジャイアントパンダ違う種類なんですけども、結構ね似てるところがたくさんあって、そういう風に発情が来るポイントもね少ないのも同じようなところです。なのでその時期だけはテカとマリモも一緒にねじゃれ合ったりとか仲良く柿を食べたりとかする姿が見れるんですが、それ以外の季節はねちょっと残念ながらマリモが近づくと明確したりとか、もうこうやって中で一緒にいると近づいたら中でバカを言ってるんですよ。で、テカもねあんまりいい気はしないんで、普段は別々にしてますが、2月3月はねぜひ見に来てもらった方がいいですなぁと。で、テッカはこの後お部屋に入ってもらうつもりだったんですけども、なんかあそこで寝そうな雰囲気なんで、まあ、一応呼んでみますが、この後サチが出てきて同じようにリンゴを食べます。ただサチおばあちゃんなんで出てくるのにね少し時間かかるかもしれません。部屋に入りますね。